ドラマペントハウス、そしてトロサーモン久保田の PR 案件が来ました。お願いします。いやー来ました、ペントハウスを見て見すぎて、いろんな SNS に載せたらお話がやってまいりました。ありがとうございます。今日は自分の口そして話術だけでペントハウスの良さを言っていきますんで、チェックしてください。はい、であの PR とは言っていますけど、言葉などは選ばずにそのまま自分の思ったまま言うので苦情が来ても受け付けません。よろしくお願いします。で、マネージャーの酒井君が撮ってます。マネージャーの酒井君もペントハウスは見たよね。はい、全部見ます。見ましたね、はい、長いドラマなんですよね。シーズン3なんだろうか。そうです、ありますね。シーズン3までどれぐらいで見た？2週間で。あ、素晴らしい。2週間で見たペントハウス。だからだ、雲が多かったから、心配ないよ。俺5日で全部見終わったから。そのうち遅刻したら2回。素晴らしい。それぐらいこれは素晴らしき寝不足ドラマでもハマります。まずですね、簡単に、手短に、どういう内容か、というのをお話ししますね。出てくる登場人物でオ・ユーニっていう人物とチョン・ソジという人物が出てきます。この2人は、ソプラノの歌手で、世界一を取りたいなという目標を志した2人なんですけども、あのこのオ・ユニという人物が能力や才能がありすぎるんですね。どこに行ってももう全員が賛美する、手をたたいて素晴らしいというようなすごいソプラノ歌手、そこの2番手につくチョン・ソジンがいつも2位で終わってるんですね。で、ある時このソプラノの学校で、ソプラノの次の大学があるんですけども、大学に推薦を取れるという大会があるんです。もちろん全員オ・ユニが優勝するんじゃないかと思ったんですけども、このチョン・ソジンという、もういわゆるこれは悪党です。むちゃくちゃ悪い人間、性格悪いです。本当に、言うならば、もう面白くないクロちゃんみたいな、もういいよお前本当に死んでくれみたいなやつがいるんです。こいつがその一番大切な大会で父親の利権や、財閥裏を全部使って、自分が優勝するにするんですね。で優勝するんです。それをお湯には知ってしまうんです。そしてその大会が終わった後に、揉め合いに二人で揉め合いになりまして、お湯にはチョン・ソジンから首を切られたりするんですね。大切な生態を失ってしまうんですね。そこでもう私の夢は諦めました。やめるんですよ。かわいそうです、結局金持ち、周りから支持、後ろにバックがついてるやつが生き残れるんだ、そういう世界なんだってお湯にはがっかりするんですね。しかしここから何年か経ちまして、お湯に子供ができます。子供が、中学校になるんですね。パッて見てみたら、ソプラノ練習してるんです。何してるの？私ソプラノの学校行きたい。親は子供にいる、子供は親にいる。そしてお湯には言うんです。やめちまえな、そんなもの、何のご飯も食べれないよ。でも子供はお湯にがソプラノの名手だったってこと知らないんですよ。でどこに行きたいのって言った学校があるんですけども、なんとその学校で、理事長を任せたのがチョン・ソジンだったんですね。チョン・ソジンは知ってしまうんですね、オイニの子供だ。そうするとまた発表しまして、オイニの子供だからといってひどい、差別をしたりとか、人権がなくなるような行為をしたりとか、また裏でそのような戦いするんですね。親で争ったことを子供の世代でもする。そして、入学があるんですけども、そこになんとお湯の子供の、ロナはそこを受けるんですね。受けるとなんと、6位なんですね、5位までが合格で6位は補欠入学なんですね、そうするとお湯にはちょっと待って、なんで6位なの、またチョン・ソジンの幸せじゃないのかって思うんです。そしたら違うんですね。この5人の中に実はノーマークだった、いわゆる誰も予想してないやつが優勝するみたいな人間が現れる。これがソラっていう人物なんですね。歌声、振る舞い、リズム、テンポ、誰も全てを魅了する人間、この子が入ってるんです。それをお湯には知ってしまったんですね。そうするとお湯にはこのソラさえいなければ、ソラさえいなければ我が子のロナは目標の学校に入れたんじゃないかなと思うんですね。そうこうしているとなんと入学前にソラが高層マンションから飛び降りて自殺したというニュースが入ってきます。さあここからが物語のスタートです。で、このチョン・ソジが住んでいるペントハウスというところがあるんですけども、これはいわゆる
超高級セレブマンションと言われまして、いわゆる韓国の富裕層が住んでいる大金持ちのところなんですね。そこに住んでいるのはその、ソプラノ歌手を目指す財閥の子供であったり大金持ちの子供たちが住んでいるところ、みんなそこを目指して頑張りたい。貧乏人もね、お金がない、お腹空いてる子もそこいいないいなって努力するんです。でもそこでは入りきれないそこのルールがあるんですね、学歴そして出身などで決まる韓国のそういうなんていうの縮図、この社会の縮図がそのペントハウスに全部詰め込まれています。そこから物語が、いろんな物語が起こっていきますね。この、ドラマの何がいいかというと、皆さんが今まで見てきたドラマでハマったやつだと思います。もちろんドラマって裏切りがないと見ないですよね。例えばですよ、10話あって、3回大きい裏切りがあった、これが、日本国内であったドラマの主流だと思いますけど、これ1回見てください。10回あったら15回裏切ってきます。だから見てしまうんです。見てしまう見てしまう見てしまうんです。で気づいたらもう寝不足、ただおもろい、それ見ただけで居酒屋で何時間も喋れる、友達と仲良くなれる。ただこの内容はえげつないので途中でやめる方もいると思います。それぐらいグロい、闇の部分っていうのがこのドラマには隠されています。たくさんの登場人物がわーっと出てきます。ただ、個人的ですけど誰も好きになれないなっていうような気持ちにもなったりします。回を追うことにレベルやばさがどんどん増していきます。そしてどん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 裏切られていきます。はい、そうですね、芸能人でいうとこれ見てるっていう方結構いらっしゃいましたね。スリムクラブの内間君とか、中川家の礼二さんとか、品川庄司の奥さんのミキティさん、もう見てらっしゃって連日連夜これに時間を取られてるということ、それぐらいハマります。はい、中毒者続出のドラマですね。見てる方でじゃあどれだけこれを、日本で見てる人がいるのっていうかもしれませんけども、こういう時代なのでネットフリックスであったりとかアマゾンであったりとか、Hulu であったりとか、U-NEXT とかいろいろあると思うんですけども、それでしか知らない、それはそうかもしれません、こっちのテレビ地上波では流れてないので。ただ韓国のテレビ地上波で流れて瞬間最大視聴率が 31.1%、 これえげつないことですからね、とんでもないモンスターを掃除しておられてます。でなんとそれだけじゃないです、あの日本よりも小さな韓国なのにこれを作った、制作費がなんと32億円、もうこれ自体もうペントハウスです。はい、ペン取っちゃってます。今日本のドラマで32億円かけてできますかって、できないですよって。だから見てください。その辺の何にもしがらみのない安牌、気沈みのないドラマ見るんだったら一回これでメンタルやられてみてください。ソウル感じてください。で我が息子と比べてみてください。自分の息子娘がもし才能や能力があってこの大学に行かしたいと言った時に、身内である者に全てを奪われいじめられる、でも這い上がろうとする、そんな中いろんなことが起こるんですね。言えませんけども殺人事件であったりとか人が死んでいったりするんですね。それでも自分はお金持ちになりたい、だって能力があるからって、そういう感情で見てもらうとだいぶ話の解き方とか見方が変わってくると思いますね。で一番見どころっていうのが、今まで日本のドラマの俳優さん女優さんではあまり見たことはないんですけども、強烈的な方が、このチョン・ソジンさん、今出てますけど、はい、もうやばいですね。やばかったんだろう。やばかったです。あれどう思った、この人の立ち振る舞い。もう演技なんですけど、演技って分かってるんですけど、もう怖かったですね。怖いよね、はい、怖いんです。この人めちゃくちゃ怖いんですよ。だからさっき言った、オ・ユニに対し、いたずらとか劣悪なことをした、主要人物の悪党なんですけども、この人の演技見てください。人間の弱い部分とか憎い部分とか怖い部分、愚か悲しい絶望的な部分を煮詰めて濃縮したようなのがこのペントハウスですね。はい、ちょっとでもわあおめでとうとかうわあ感動とかないです。見てください。ただ見てもらったら分かります。生きていくためにはこのようなことも必要なんだ。テレビで流せないこと、人には言えないようなことが裏である、裏であるから生きてるんだっていうのが分かりますね。いわゆる今の日本の政治で、揉めてますよね、政治資金裏金など。そのようなことがどっさり、それ以上に濃厚で汚い部分がドロッと出てきます。見てください。はい、はい、
まあ我慢してみてください。 1,2,3,4,5,6,7,8 ありますけど、来ますから、ポイントが来ますから、そこで諦めないでください。見てください、見て友達と喋ってみてください。はい、はい、で、まあ、よく聞かれるんですけど、なぜ見てしまうのかっていうことなんですけども、もうね、もういろんな、もう世界中の映画たくさん皆さんも見てきたと思うんですけども、映画とかね、例えば漫画、うん、アニメ全部見てきたと思うんですけど、もう言っちゃいますけどもね、もう1話、2話、3話、4話、5話見ていてください。いや、主人公死んでるやん、なん、はい、はい、もうびっくりそこ見てください。そんな切り口の映画ないですから。わかります、あの、わかりやすく言ったら、ワンピースで4話目でルフィが死ぬぐらい、うん、それぐらいいかついことやってます。いや、どうすんねんこの後、おい、終わんぞこれ。終わらないんです、ドロドロの関係、次の暗躍してるヒーローたちがどんどん出てきますから、はい、見てください。そこはおすすめですね。だから見てしまう理由かもしれません。で、まあ、希望ということで、好きなキャラクターを3人挙げてくださいということですけども、まあ、まず先ほど言いましたように、チョン・ソジンさんですね、今出てますけど、この方奪われましたハート、見たことないんですごいなと思いました。で、おゆうに、頑張るお母さん応援したいなと思いますね。でも頑張ってるお母さんでも限界が来たらいろいろとあるんでしょうね、見てください。で、あと一人、ソクフンさんですね、出てますね、男前の子がいますけどもね、この方も途中で出てます。女性の方チェックしてください。韓国で、インスタのフォロワー数が、平野くんよりも多いというね、うん、イケイケの人気俳優の子ですね。何やっても絵になります、かっこいいです。悪いことしててもかっこよさが勝つんで、うん、と僕は思ったりしますけど、女性の方はどういう見方するでしょうか。はい、この3人は、熱烈に希望した推しメンの3人ですね。あと一番推したくないのは、チュ・ダンテっていうやつがいますけども、あ、これ出てきます、はい、一緒の気持ちです。チュ・ダンテが出てきて、あ、こいつこういうやつなんだと思ったら、もう一回この動画戻ってきてください。多分気持ちは一緒です。殺します、殺したいです、はい、誰かに殺させたい、それぐらい僕はこの人にハマれましたっていうか持っていかれました。悪党ですね、いわゆる、はい、見てください。このペントハウスのあるあるを教えてくれということですけども、まず、ペントハウスのあるある、軽いあるあるからいきますね。ほとんど出てる出演者全員がパカパカの iPhone 使ってるってやつですね。あれ、なんやろうな、なんかパカパカのやつ使ってるんで、全員使ってるんですよ、見てください。あれ見て買おうかなと思いました、はい、あれあるあるですね。あと、あるあるの2、イラついたり感情が爆発するときは机の上のもの全部倒す、これあるあるの2でございます。はい、で、あるあるの3ですね、チュ・ダンテ、極悪非道の人間、こいつが悪いことをするときは、カメラアングル、こう抜かれたときにこれで2秒で、しかめっ面して3秒、これが出たら絶対また何か起きます。はい、ぜひ見てください。あとですね、あるあるじゃないんですけども、やっぱり、これ見た人はみんな言うと思うんですけども、死んだよな、生きてるやん、これあります、これあるんですよ、これがあるんですよ、うん、そうなってくるともうドラゴンボールやってなるかもしれないですけども、ま、見てください、何回それ裏切ってくんねんと、うん、そういう驚きも隠せないですね。あとはこのドロ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 した関係、例えば今撮ってる酒井君と、僕が、何でしょうね、ペントハウスのこのマンション、高層マンションを狙って住みたい、同じ歌を習っていると、うん、でライバルで争い、俺はナイフで彼を傷つけたりするかもしれない、したかもしれない、例えですよ、するかもしれない、うん、警察沙汰になる、テレビにニュースになったりするかもしれない、でも気づいたら、は？何？血繋がってたの？こんな血族的な面白さも待っております。一体どうしてどこまで人の嫌なところを広げてお話にしているのだと、これ以上言えませんね。ぜひ、見た上で感想もお願いしたいと思います。そして僕は思っています、ペントハウスの PR ということで今日やらせてもらってますけども、実際問題もうね終わったよね、シーズン3で終わりましたけど、僕が今こうやって PR ってしてるってことはもしかしたら期待しかしておりません。
あとまあ余談なんですけども、もうペントハウスが好きすぎて、以前ルミネ座吉本で単独ライブっていうのをやったんですけども、そこで新ネタでペントハウスのコントを作りました。それぐらいもう好きでした、はい、ただもう内容がえげつなすぎて、人笑いなかったかと思います、はい、それぐらい、仕事にも影響を与えてくる、ドラマでもあります。見てください、はい。そして、なんとですね、ペントハウスも見たよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、ペントハウス見たっていう方は次この同じ監督がもう一作品作ってます。これが、7人の脱出という映画になっております。はい、そちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。今宵眠れない夜が続くとは思いますけども、見ることで、自分のバイタリティや、負けちゃならないな、頑張ってみようかなとか、もう少し子供のこと考えてみようかなって、思う方もいらっしゃると思います。ぜひ、学歴が一番だとか、お金持ちになることが、有意義になる生き方だとか思ってる方がいらっしゃるのであれば、一度見て、フラットに人とは何なのかっていうのを考えてみてください。そんな、世界のあちこちで起こっている醜い争いを濃縮したようなドラマになっております。ぜひチェックしてください。うまく喋れました。またお会いしましょう。ペントハウス。呼吸タワーマンション、ある事件をきっかけに上流階級の争いの幕が上がる。社会現象を巻き起こした超話題作、ペントハウス。尊厳の3の3って言っちゃっても何も変わらんから、今日もどんげかこんげかしながら生きていかんといかんやろ。友達やら